なり始めさせていただきますけど、1曲目は、The Confluence of River という僕のちょっと、故郷の桑名の木曽山線が流れる、イメージを、合流するイメージをちょっと曲にしたものでした。はい、じゃあ最初に、ね、メンバー紹介をさせていただきます。今日は初めての方も、ね、見えていると思いますので、ね、改めてですけども、日だまりというユニットを僕と、ピアニストの、ね、田子清さん、と2人で組んでおりまして、じゃあご紹介します。もう言っちゃったけど田子清呼んであげてください。ね、そしたらいつも、ね、ずっとニコニコしてくれてますもんね。はい、でもう、まあ、細々とですけどもね、清さんは所沢で僕は名古屋ですけども、まあ、細く長くと言いますか、もう5年が経つ、11月で5年結成して、5年が経ちましたけどね、こうして、まあ、10年へ向かって次は行けたらいいなと思いますけども、で今日はスペシャルで同じね、所沢、名古屋で、東京からね、はるばる、ね、ご紹介します。オンフルート、あとオカリナも出てきたりしますけども、畑倉山光子、うん、この3人で2ステージありますので、ゆっくり聴いてもらえたらと思います。では2曲目、いきましょうか。今ですね、ちょっと時期が違うんですけど、エイプリルという曲で、12ヶ月分のこの曲を作っておりましてね、その中からエイプリルというちょっと小粋なサンバ調でいきましょうか。Thank you.
今日はですね、ちょっと特別になんかこういうふわふわしたものが後ろに映っておりますので、そちらの方がちょっとなかなか見にくいなんですけどね、ちょっとこういう雰囲気を曲に合わせてなんかいろいろ変わるんでしょうかね、これはね。置いたりしてました、今曲調に合わせて、ね、変わりません、変わりません、変わらないです。これ担当の、ね、方なんですよね、担当されてる、操ってる方ですね、はい。じゃあ次の曲はこれに合わせる、でもこれの雰囲気でいきましょうか。レイクシュアというちょっと琵琶湖の長浜の方に、ね、前に行った時に、なんか見てたらイメージしてできた曲で、レイクシュア湖畔ですかね、意味はね、うん、なんか海のように大きい波で、なんかその時は風が強くてね、本当琵琶湖って海みたいなんですね、見てね、でもそれがとても美しくて見えて、できた曲です。今日はね、このバスフルートね、随分と違うな、うん、ちょうど 2本分の長さがあって、太さも2倍なんですけれども、あのピアノでいうとちょうどあの1オクターブ低い音が出るんですけど、音色が随分違って、そちらの方もお楽しみいただけたらと思うんですけれども、普段あまりあのソロで使うことってあのもしかしたらあまり少ないかもしれないです。あのアルトフルート、この間の中間のアルトフルートはね、よくジャズのミュージシャンの方が、好んで使われるんですけれども、それよりもまたちょっとあの大きくなりますので、あのどうぞお楽しみください。
湖の奥へ沈んでもう出てこれないみたいな今日なんか深海っぽいですよね。なんかね、ちょっとあの素敵な想像して、なるほど、すごく、うん、本当に海の中にで泳いでるみたいなね、竹山光子、ね、このフルートが入るとね、本当になんか伸びやかで、なんかね、いいですね、フルートね。フルートがいいんじゃないね、みっちゃんがいいんだね。あ、そうか。やったーってね。昨日なんか、昨日ね、静岡市で演奏してたんですけどね。そこはなんか普段、アイリッシュとか、カントリー系かな、ああいうね、音楽をやってるお店だったんですけどね。ピアノがちゃんとあるんですけど、ほとんど使われてなくて、ね、もったいない立派な、うん、ピアノがあったんですけどね、久々に使ってて、昨日も言ってたんですよ、ピアノが喜んでるっつってね。うん、なんかもうね、かわいそうですね、ちょっとほったらかし、ほったらかしではないよね、でも普段やってますもんね。そうですね、うん、でもなんかさらにその日だまりさんと一緒にやらせていただくようになって、なんかすごいこう生き生きしてる感じがします。生き生きしてる、よかったよかった。はい、じゃあ生き生きまた、はい、もう一つ生き生きさせてもらってね。そうなんですよ、うん、ね、次はこういうオカリナを使って、うん、はい、曲に合わせてふみふみさん の, あのオリジナルはすごくこう情景が浮かぶ感じで、あのバラエティに飛んでるというか、ね、バラエティなので、あの曲に合わせていろいろ楽器を変えてみようかなと思います。あ、ですね、キヨさんだけだね、変えてないのは。僕今日変えてるんだよ。そう、踊っちゃうとか、今ね、二刀流が流行ってるんですよね、なんか世の中はね、なんでか知らんけど。はい、じゃあ次いきますね。次はですね、ちょっと新しい曲で、つい2週間ほど前からできたんですけどね、実はちょっと僕ごとであれですけど、孫ができましてね、そのすみません、なんか拍手させちゃったりして。ね、で初孫なんですけど、その生まれる前から作る、知らん、いつ生まれるかちょっと分からなかったんですけど、そのたまたま前にのから作り始めて、ちょっと浮かんだんですよ、最初、ね、これをよしよしこれ仕上げていこうと。だから次の日にちょうどできた頃にイメージが生まれて、うん、そんな曲で、うん、タイトルはね、ちゃんと真面目につけました、ね、先祝いの歌はい、先祝いの不幸せと書いて先祝いっていう言葉がなんかね、いいなということで聞いてください。はい、thank you.
ちょっとみっちゃんの曲をね。はい。ね、この曲は、はい、次はですね、リビットという曲なんですけど、副題っていうんですかね、なんかリビットというか、カッコっていうのところが、カエルの歌ってあるんですけれども、これは、ずっと冬が、冬に眠っていた、こう冬眠していた、動物たちとかの爬虫類系ですけど、イメージとしては、春になってこうのそのそ出てきて、春のこうウキウキした感じ、春を喜んでいる感じを表したくて作った曲なんですけれども、先にこう曲が出てタイトルは何にしようかなって考えた時に、ちょうどその時にまあ、ママ友というか子供と一緒にピアノのレッスンに連れてったお母さんが、そこで会ってたお母さんが長いことこう海外で、ご主人がアメリカ人 でアメリカにずっといらっしゃったということで、よくポケコッコをフップドゥルドゥルドゥとか言って、ね、海外では違うように言うように、カエルのゲロゲロって言って何て言うのかなって聞いてみたら、リビッリビッと口をこうやって開いてリビッリビッとって言うらしいんですね。それで、あ、そうなんだ、それ面白いなと思って、綴りを教えてもらって決めた。そういう経緯があるんですけれども、カエルがこうゲロゲロ泣いたり、ウキウキこうしてる感じです。確かにそんな感じします。しました、しました。サロバでカエルっていう声ですか。アハンですね。アハン、ね、あれも鳴き声、ね、歌詞がですか。歌詞出てこなかった。ボードボードっていう、国によって違う。
泣き。いやいや、すごくいいですよ。うん、僕の曲と対照的な感じ。すいません、僕に濁りっぱなしで。はい、じゃあ、濁りの曲を最後に。このステージ最後ですけどね。ちょっとこの間にちょっとすみません宣伝させていただきますが、 あちらの方にいっぱい CD とか案内チラシとかありますので、ぜひ休憩中ですね、あちら通るときにおトイレとか行くときに、見ていただいて、ひだまりというこのユニット2人でこういうアルバムを作っております。ちょうどコロナが始まる日本ですごく流行る前にですね、3月4月の頃ですね、の頃に作ったんですけども、扉の向こうというタイトルで、とてもね、ジャケットもこのこういうジャケットデザインしていただいて、この今この間もね話してたんですけど、今 iPhone、iTunes とかでジャケットってこんなちっちゃいですもんね。僕 iPhone SE なんで本当にちっちゃいですもんね。ね、やっぱこういう時代だからこそジャケットをね、こう本物をちゃんと見ながら聞いたり、あるいは iPhone のね、はい、こんなちっちゃい見ないで。ぜ、まあ。宣伝です。すごくいいですとか言って、おすすめです。もう本当にあの私も癒されてというかですね、なんか浄化される。あ、浄化、あ、そうですね。浄化してください。ね、普段汚れた心。あのみっちゃんもね、ソロアルバム持ってるんでって。そうなんです。あのね、それも。まあ、日本は随分古いですけど、今演奏したリベットは。入ってますか。はい、入ってます。うん、あのピアノと、フルートとパーカッションとあのでやってますので、もしよろしかったらあの見ていただけたら嬉しいです。うん、ぜひお願いします。他にもちょっとソロアルバムとかも持ってきてますので、よろしくお願いします。じゃあ最後に、ショーロというブラジルの、ジャンルがありましてね、そのショーロはとても僕大好きで、すごくのめり込んでやってたんですけども、そのやっぱオリジナルでちょっと小路の曲を作りたいと思いまして、小路風味っていう曲を、風味とかけて風味と、僕が風味数で、うん、今笑っていいですけどね。もうこれ何回も聴いてる人もいるのでね、だんだん小声になっていくんですよ、だんだんね。あ、今日言っちゃったんで、小路風味、あのつっちゃーちゃつっちゃーちゃって本当に優雅なこう弾みこのリズムがとても印象的ですけどね、フルートが、ね、入るとまたこれが今日なんかね、気品が出ます。こうね、みっちゃんの気品、気品よく弾かないで、でも本当にブラジルではこうフルートがね本当に活躍する国だって、ギターもそうですね、こういうクラシックギターが大活躍する、アコースティックですよね、ピアノもそうですけど、そんな雰囲気で気品よくいけるかな。見てみましょう。はい。
佐野清樹を、竹山三美君、伊藤文君と申します。ちょっとしばらく、休憩してまた始めますので、ご注文なり。Thank you.
藤さんはね、もう池袋博士なんですね。でも一番使ってる頻度、この3人で高いですね。池袋はね、池袋所沢から、ね、意外に東京の入り口というか、所沢は、ね、埼玉県なんですけど、うん、池袋近いんです。近いんですね。だから一番池袋の表現ができてたと思う今。そうですか、ありがとうございます。ちょっとね、すごくなんかわーっと来た今、うん、でも、ね、この前のさ、あ、この前じゃない、昨日3人で静岡から、ね、帰ってきた時の、その名古屋の高速を走ってる時に、うん、なんか池袋の付近の首都高の景色と、うん、似てる。そうそう、埼玉からずっと高速できて、はい、ちょうど池袋入った頃の景色に似てるって、うん、似てました。高層ビルとかあったって、はい、それでちょうど名古屋駅に入ってきた時の、うん、あの環状の高速、あそこで名古屋駅のあたりから見るあのビルの景色が、最近やたら多いもんね、なんか、あの多いの。名古屋はなんか、あの、なんとかマンション、タワーマンション、タワーマンション、タワーマンションね、タワーマン。でもなんか道が、道路がすごく綺麗というか、なんかあの首都高とか、もう古いのもあるのか、なんか、まあ、ある意味こう車線も割と簡単なんですけど、名古屋難しいと思いました。本当、いや東京難しいよ。なんか戦いとか言ってたじゃん、運転しないんですけど、戦いとか言って。もうぐるぐる回るよ ね、 ね、すごかったです。狭いし、東京は戦いしょ、もう奪い合いしょ、もう当分いいですね。名古屋はそんなことない、みんなね譲る心で、あの愛を知る県ですからね。なんじゃそれ。じゃあ、ね、キヨさん いっぱい喋ってくれました。タゴキヨ、なかなかね、喋ってくれないんでね、よかったよかった、いっぱい喋ってくれて。じゃあ、ちょっと僕らのこのユニット名、ひだまりというユニットは、ちょっとこの、ひだまりという僕の曲がありましてね、それをキヨさんが演奏してくれたときに、とてもフィーリングは良かったもんですから、それがきっかけで、ちょっと、このユニット名にもなったり、したんですけどね。そこへこうみっちゃんが、みっちゃんもなんか「ひだまり」という曲を作ってるってことはね、うん、後で知って、うん、じゃあ「ひだまり対決」しようということで「ひだまりメドレー」で皆さんね「ひだまり」という曲を先にみっちゃんのね「ひだまり」からいきます。どっちの方がひだまり感があるか。ちょっと戦いを今から。タイトルがね、戦いっていう感じで、ね、おかしいよね、それね。ひだまるのになんて戦いか。ひだまりっていろんなイメージ。でよく僕、自転車でちょろちょろしてるんですけど、よくひだまり委員、ひだまり委員とかクリニックとか、ひだまりの層、ひだまりなんかね、よく見かけるとなんか、うわー、ひだまりやん。ほんとね。皆さんもね、よかったら写真送ってくださいね、ひだまり見つけたら、全国の。本当に全国にあるもんね、ひだまりって。でもね、ありますよね。うん、うん。ちょっと撮っときます、見つけて。あ、撮っといてください。そう、ね、ちょうど送るとこありますんだよね。これ、ちょっとアカウントが、あの、LINE アカウントが、ちょっとあちらに置いてあるかな。皆さんのテーブル。あ、もうすでに置いてあるのね。うん、今日は、あ、積極的な、昨日さん、今日はね、なんか積極的だな、なんかね。もうすでに置いてあるんですよ。ぜひあの LINE アカウントってあのメッセージとかこうなんか送っていただくとちょうど2人しか見れないですね、はい、そのメンバーの今日のやり取りになるまでやり取りになるので、あの Facebook とあれみたいにみんなが見れるあれじゃなくてやり取りで、でキヨさんのね秘密の情報とかいろいろ僕も発信しますので、ちょっと世間では言えない、なりすましたりもします。僕はキヨさんのふりしてね、今日5万円とか、そういうね、そういうのをね、あの配信されますので、皆さんぜひね、メンバーになっていただけると思いますけど、じゃあ次はそのひだまりをね、聞きたいと思いますので、よろしくお願いします。
木山にいると、りっちゃんの方は漢字で火、陽のようですね、こちらはか、ひらがなで、でこれをちょっと LINE アカウントからあのこの2曲の感想とどっちが良かったと勧誘のこう、ね、こう作戦ですこれ、ね、うん、まあよかったら本当あの感想聞かせてもらえると嬉しいですよね。でも確かにでもみっちゃんの方は左回りが強いな。ドラマチックなのはふゆみちゃんの左回りですよね。いろいろね、ちょっとこっちの方はなんかねいろいろ下心を感じるでしょ、この方は下心を感じないもんね。九州出身なんですね、本当にね、北九州。飯塚市とか。飯塚市、ああ、ちょっと違うんですね、それね。ちょっと違うんですよ。飯塚市。はい。でもね、今、たまに出ますよね、これね。方言がね。敬語は出ないんですよね。あの、で、今言ってみてください。敬語は出ないんですよね、つって。あ、でもその出ないって、うん、あ、じゃあ、ちょっとタメ語で。うん、英語だと、敬語は出らんよね。敬語は絶対出らんばいね。出らんばいね。ああ、でも、なんかその辺はなんかイメージ通りだけどね。難しいですね。バイ。バイ。うん、で、そういうっぽいよね、ラッチの。だけんとかね。すいません、この辺の話を。ここでね、九州の方がもしいらっしゃったらこう共感できるんだけど、九州出身の方は出ます。つまんないんですよね。つまんないことはないですけど、名古屋は初めてなんですよね、名古屋、上陸は。通ったことはあるけど。あの高速降りて、豚の絵の描いたビルの。あ、そっかそっか、前に言ってたらヤバトンね。あ、そうですそうです。あの、そこでもうめちゃくちゃ美味しい、あの、味噌カツ。美味しかったですね、あれは本当に。早朝だったらいいね、7時ぐらいとか。ここ近いんですか？近い、境にありますよね、境にきっとある。ただ僕は行ったことがコンパルって。近い、長駅にはある。境もありますか？あ、行かなかったの？行ってない。あ、だからもったいない。終わっていけるかな？終わっていく、終わっていく。でも朝行くのがやっぱりいいね、モーニング。すごいボリュームなんですよね。まあ以前これでだいぶ近くなったので、はい、名古屋にまた来てください、ぜひ、はい、じゃあ次はね、ちょっと名古屋の曲じゃないんですけど、この彦根という曲を、彦根城に行った時にちょっとね、彦根を見てたらできたような曲です。
Thank you.
今からやる曲もそのちょっとね彦根の近くに行って琵琶湖の方なんですけどね、ちょっと行って、やっぱりそこから神田とか外ってとても海が穏やかで、うん、今度は穏やかでなんか深い静かな、うん、雰囲気がすごい漂ってて、アンナフルドウォーターズというタイトルにしました。
企画をしてくださった、紹介させていただこうと思います、会社を、ね、立ち上げられまして、実はボーカリストでもあるんですね。ボサの実はこちらに来てるんですね、以前昔に昔ってことはないんですけど、一緒にユニットもやってて、でもさすが偉いもので会社を立ち上げていろんな音楽のこのね、活性化を願ってこういうのを企画してくださいました、ご紹介します、和田直美さんです。タンベルが乗ってるんですよね。エスピキューレちゃんと言えてないかエスピキューレと言います。はい、意味は 何なんですかこれ。もともとちょっと今時女性の方はご存知かもしれませんが、うん、なんかハリコスメっていうのが最近ちょっと巷で流行ってまして、なんかファンデーションにハリが入ってるのが、うん、なんかそれがスピキュールっていうふうに英語に言われるんですけどね、うん、7年くらい前に私それをこれは素晴らしいと思って、うん、で、まあ、会社名をスピキュールに絵をつけまして、エビハラの絵ってよくわかんないです、うん、エビハラなんでここでエビハラが出てくるよく旧姓がエビハラでてもわけのわからないしょうがになっちゃう、すいません、はい、SP キュレっていう名前で、まあ、いろいろあったんで、そうですね、はい、人生いろいろあります、うん、でも素晴らしいボサノバ歌手でもあるんですけど、歌手の活動もされてました、ね、ありがたいことで、キヨさんいいですか、最後に何かちょっと言い残すことは言い残す、言い悪い、言い悪いですよね。ちょっとしばらくね、名古屋が諸事情で、はい、まあ、来年1月か、1月の後半に岐阜市と、はい、念願のちょっと琵琶湖の方で演奏ができる予定で、大津の方で、ね、いっぱい琵琶湖の曲やろうと思って、もうずっと念願だったんですけど、それが予定して、名古屋はね、ちょっとあいにく予定が合わずで、でもまたぜひね、来てもらいたいんですけども、キヨさん、どうでしょうか。初めて3人でやったんですけど、顔がね似てるってみんな笑い顔です、たまたま阿佐ヶ谷っていう東京の阿佐ヶ谷にあるライブハウスでやったのが初めてでしたので、阿佐ヶ谷兄弟としてデビューしました。今日ねやっともう私はみっちゃんのフルートの音がもう大好きなので、ぜひ名古屋の方にも聞いていただきたいなと思っても連れてきちゃいましたという感じなんですが、またこの笑いが3人で、あともう一人今回おとといパーカッションが入って、ここで井出の敦さんというパーカッションの方と3人でやったりもしたんですけど、その方も、ね、似てるんですね、みんな笑い顔で、今度はたくさんで来れたらそれもいいなと思っております。じゃあ、みっちゃんも何かちょっとまとめの、まとめはあ、僕か私もすごくツアーというかね、こうやってある東京以外のところで演奏すること自体がもうめったにないことなので、なんか遠足のような感じですいません、遠足って言ったらあれなんですけども、本当にワクワクして、で、やっぱり違う土地の空気を吸って、それでね、皆様と初めてこうやってお会いできて演奏も聴いていただいてって、なんて素晴らしいんだと思って、本当に連れてきてもらったお二人に感謝してるんですけれども、ね、聴いていただけてありがとうございます。みっちゃん、そうなんですね、そうって本当なかなか経験は ね、本当に楽しいんですよなんだろうね、なんか嫌なメンバーとはツアーできないよね。ツアーしてるからみんな仲いいんだろうね。でもね、その仲悪いメンバーもあって、それはみんなデスコードなんですよ。現地入りとかね。あ、こんな話しなくていいね、今ね。なんでそんな話する。こうね、ネガティブな話はやめときましょう。みんな仲いい。ね。で、その何がいいって言うと、やっぱり音楽はね、やっぱり僕らが一番大事なんで、だんだん育っていく感じがあって、ツアーごとに。本当ならこの最終で終わってからレコーディングしたいぐらいですよね。一番いい状態ですよね。
だから今日来てくださった皆さん本当にねだいぶ仕上がってきてね、別に最初の東京が悪いわけじゃないんですけどあれは新鮮だね、うん、まあね、そうなんですよ、そういう音楽の面白さが作られていく面白さがあって、今日はお付き合いいただきましたこと本当に感謝します。ありがとうございます。じゃあ最後にね、もう夏は終わりましたけど、もう一年中夏です、頭の中は夏ということで、真夏のワルツという曲で最後にしたいと思います。
岩田のアンコール、ね、最初にね、最初で一緒に来ましたので、じゃあ数あるね、レパートリーの中何しましょうね。でも一曲ね、たまにはね、カバーもできるってことをね、皆さんにね、ちゃんと知っといてもらわないと、うん、頑張ればカバー曲もできるみたいな。キヨさん、どう、あれでいいですか。キヨさんのアレンジの、ね、定番になってきましたけど、日本の名曲、浜辺の歌、うん、じゃあそれを聴いてください。Thank you.
そうやってまた